界記録保持者、木下さゆりさん転落死。テレビで共演の武井壮。また会いたかった。フリーダイビングで世界記録を樹立した木下さゆりさんが、今月、11日に沖縄県内のアパートから転落し、搬送先の病院で、15日に亡くなった。30歳だった。木下さんの実子が、公式 Facebook で訃報を伝えた。姉によると、木下さんは、11日、沖縄県内のアパートから、不慮の事故で転落し、病院で治療しておりました。普通の人なら即死の事故と、言われるものだったというが、強靭な体力で、5日間も命をつなぎ止めて、海の日の、15日に旅立った。木下さんは、6月、19日に MBS で放送された、戦え、スポーツ内閣に出演し、フリーダイビングへの熱い思いを語ったばかりだった。肺が、10分の1の大きさになります。と説明し、MC の武井壮から、じゃあ、恋した時と同じ?と、質問されると、キュン、って感じです。と笑顔。フリーダイビングは、恋と同じ、と、伝えていた。武井は、16日夜、自身のツイッターで、先日スポーツ内閣に出演してくれて、ダイビングの魅力を明るく楽しく語ってくれた、木下さゆりさんがお亡くなりになってしまった。本当に残念だしまた、会いたかったです。ご冥福をお祈りいたします。と、追悼の思いを記した。